ジュール君ではフランスイルドフランス地域圏パリ出身のプロサッカー選手。スペインプリメーラディビシオンのセビージャ FC に所属している。ポジションは DF。2013年に FC ジロンダンボルドーのユースチームに入団。2015から16シーズン途中に B チームに昇格。2017から18シーズン途中にトップチームに昇格し。 2018年1月7日のクープル、フランスの US グランビル戦でトップチーム初出場。同月10日のアミアン SC 戦でリーグアンデビュー。以降先発に定着し、2018から19シーズンはリーグ戦37試合に出場した。2019年7月3日、セビージャ FC と5年契約を締結したことが発表された。 加入1年目の2019から20シーズンはリーグ戦29試合に出場と先発に定着。同シーズン終了後にはレアルマドリードが組んでの獲得に興味を示していると報じられた。2018年から U-20 のフランス代表に招集。2021年には UEFA ユーロ2020の代表メンバーに選出。同年6月2日のウェールズ戦で代表デビューを 果たした、セビージャイフシー、ありがとうございます。